和倉温泉駅は、石川県七尾市、石崎町にある、西日本旅客鉄道、能登鉄道の駅である。能登地方の代表的な温泉である、和倉温泉への最寄り駅である。JR 西日本管内で最も,も北に位置する駅でも、ある。事務官コードは54万1820。JR 西日本が、七尾鉄道部管理の直営駅として、管理を受け持っている。 1925年に鉄道省七尾線が延伸した際に和倉駅として開業した。1980年に和倉温泉駅に改称され、1987年から JR 西日本の駅となった。1991年に七尾線が当駅まで電化されるのと同時に、路線の北半分が能登鉄道に経営移管され、 j r 七尾線の終点駅は東駅、のと鉄道七尾線の起点駅は一駅南の七尾駅となり、七尾駅東駅間は JR とのと鉄道の共用区間となった。その際、普通列車は七尾駅を境に、系統分離して、金沢駅七尾駅間は JR、七尾駅花水駅は島駅間はのと鉄道が運行することとし、共用区間では JR は 特急列車のみの運行となった。したがって、当駅には大阪駅、金沢駅から七尾線に直通する当駅発着の JR の特急列車と七尾駅を起点とするのと鉄道の普通列車のみが乗り入れている。相対式ホーム2面2線を持ち、列車交換が可能な地上駅。コンクリート2階建ての駅舎を備える。 1>, 1番乗り場側に駅舎があり、2番乗り場へは、古線橋で連絡している。JR 用の自動券売機、緑の券売機が設置されているほか、能登鉄道の自動券売機も設置されている。なお、改札は、JR の特急列車の発着時のみを行い、能登鉄道の利用客は、乗車時に整理券を取り、下車時に、運賃、切符を運賃箱に入れる。 2021年3月13日から七尾駅方面のみ、移行課などの全国総合利用サービスに対応した交通系 IC カードが利用可能となっている。ただし、当駅七尾駅間で運行しているのと鉄道の車両では利用できない。時期は未定であるが、2030年度までに当駅の無人化が予定されている。また、 緑の窓口を廃止したことに伴い、緑の券売機を遠隔対応の緑の券売機プラスへの切り替えを予定している。石川県統計所によると、近年の1日平均乗車辞任は以下の通りである。駅のロータリーは、石川県道1号七尾和島線と石川県道248号和倉,和倉停車場線が定時型に交差する部分にある。 石川県道248号、和倉,和倉停車場線を北に向かい、和倉温泉東交差点をさらに進むと、和倉温泉の温泉街に至る。和倉温泉東交差点から東に、石川県道47号七尾のとじま公園線で、のとじま大橋を渡ると、のとじまに至る。また、駅から東には、石川県道133号極気候線が、伸びている。 駅前に、北鉄の戸バス、のとじま交通、丸一観光の、和倉温泉駅前バス停がそれぞれ設置されている。ありがとうございます。